モデルだよ。モデルだよ。お疲れ様でーす。メンバーカラーか、全員、なんかいろんな色のオレンジかはちょっと、どっちがいいか。自分に染めたいか。はいはいはい。でも、メンカラーの方が多分嬉しいかなと思うんですけど。色のオレンジってないよな。ないですか。スタイルよく見える、靴がよくって、あと全体的に腹出しは、腹か足は、させたくて。で、なんか曲セットリストは、かっこいいめの曲が多い想定ではあります。露出多め。露出多め。はい。キャンはどこ出してるんですか。痩せて、お腹、ぐらい。ぎゅわ。ありがとうございます。お願いします。ドキドキ。すごい、かわいい。元気にしようか。もう長ズボンつってたけど、はい、一人で最初出た時に、露出もさすぎってもだから、かわいい。今っぽい。かわいい。想像をはるかに超えてきたっていう、さすがの、なんか繊細、さすがだなと思いました。配色がドタイプだから楽しみです。早く着れるのが。痩せますね。じゃあ終わります。イエーイ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。かわいい。めっちゃいいです。パンツも私、ヤンパイの衣装全然、みんなお揃いの時ぐらい。デデス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 。いつもと全然違う感じにしてもらいました。スタイリッシュ。スタイリッシュです。私のテーマはスタイリッシュ。かっこいい曲をいっぱいやりたいなと思ってます。こっちに回して。でもヒールでギャンパレの曲を踊ったことないかもしれないです。さらに頑張ります。さらに。ね。モデルだよ。モデルだよ。これはかっこいい。あ、そっか。どうなるの。楽しみだな。なんか私 の、 あの頭で描いてた衣装と、あと今日このヘアメイクもなんかいい感じってイメージはあったんですけど、なんか特に絶対これがいいみたいなのはなんかなかったのに、すごいなんか思い描いてたものに仕上げてもらえて大満足です。目キラキラで、あとこのうにょうにょ前髪となんかウェーブヘアにしてもらいました。やっぱプロに任せるのが一番ですね。推しポイントはやっぱ一番のこのメインで、あの着たかったジャケットがメンバーカラーっていうので、メンバーカラーの衣装大好きなのでオレンジをこう全面にしてもらったのと、あとなんかこの全部色違うけど絶妙にマッチしてるっていう、なんかカラフルだけどごちゃごちゃしてないけどカラフルみたいなっていうので、こう天才的な色のチョイスをしてもらったのと、あとギャンパレには珍しいこのブーツが
果たして踊れるのかっていう感じなんですけど、ブーツにしてちょっとあのスタイリッシュに、あと腹出し、あの遊びに腹出し大好きな人多いかなって思ったんで、腹出しとここがちょっとセクシーに出てます。なんか女らしくもありでもかっこいいスタイリッシュみたいなの結構好きなんで、なんか男すぎず女すぎずみたいなのが、私服でも結構ドタイプなんで結構そういう感じにしてもらいます。あの私の脳内再現したこの衣装と、あとライブの内容も結構そうですね、なんかいつもグループの振り付けを作ってる私だからこそできるようなライブの内容にしたいなって思っているので、ぜひそれを叶えられるように皆さんお力を貸してください。ねえ、でもね、ワールドバトルするの嫌なんですけど、本当は優しい気持ち強めですよね。優しいっていうか、私の気は強いけど、別になんか中目で戦うのってあんま好きじゃない。あの知らない人と戦うのは好きなんですけど、仲間は仲間なんで、やっぱチーム友達、チーム友達、いや友達っていうよりも家族ぐらいなんで。そうですね。でもなんかこういうあの楽しいことは好きなんで、みんながハッピーに終わればいいなって思ってますよ。エモい話ですね。エモいですか。この企画史上一番エモい。ですか。